どうもしゅんです。こんにちは。今回はキャリア相談企画なんですけども、株式会社ダイアリーという会社なんですけども、9月からほぼ週5で働いてるコトコちゃんという新しく入ったしゅんダイアリーメンバーなんですけど、コトコちゃんのキャリア相談という形で、院産卒で大学卒業して、大学時代から他のスタートアップ企業で業務委託で働いてて、でそこには入社せずに就活をし始めたタイミングでダイアリーで業務委託で働くっていう形で今いるという形になっています。もともと一般的な就活はしてなかったんですけど、就職活動を半年前ぐらいから始めて、大手企業の最終面接に行くんですけど、毎回落ちてしまうっていうところが悩みで、一旦就活もやりきってからダイアリーに入社するもそうだし、他の企業も行くかもしれないんですけど、正社員として働きたいっていう背景があって、ソラさんに相談したいっていう形で今回来ていただきました。わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の23年3月に上智大学卒業して、はい、学生時代に就職活動っていうのはちょっと一切してこなかったです。今回のその悩みとしては、周りが割と思っていく方が多いので、それの人たちと比べると、あ、やった方がいいのかなみたいな風に思ったりはするっていう。それはすごくありますね。例えば市場価値を高めて金持ちになってファイヤーになりたいとかね、まあ、そういうのもないんでしょ。そういうのもいいなと思いますね。でもなんかそのために死に物狂いしなきゃってところまで行ってない。ってことはまあそんなにそれもやりたい、ね、今ゴールをね探しているような段階だと思うので、だとしたら今みたいに自分で自分のインターンシップをいっぱいやってるみたいな時期なんじゃないかと思うんですね。今5年齢で言うと24とかですね、はい、23と22とかぐらいの人と比べるとちょっと遅れてる感じするじゃないですか。そうですね。でもね、それって幻想だと思うんですね。僕らの年になったら、いやそんな 1,2 年とかどうでもよかったのに、すごい遅れた感じがあったりとか、それで人生終わりやってなんか思ったりしたような気がするんですよね、はい、本当に全然大丈夫なんで、前提としてはあんま気にする人はないような気がします。それで言うと、新卒採用してる大手企業を中心に受けてて、コトコさんのキャリア的にはどういうところがいいと思うかみたいなところも、それもちょっと、はい、大企業もね、本当はいいような気がするんですよ。なんでかって言ったら、大企業ってほとんど総合職で取るじゃないですか。そうすると、どっかに入ったからって言って、何も決まってないというか、可能性が狭まらないので、うん、大企業入って、次あれあれ、次あれあれ、言ってるのは今のキャリアの感覚からすると似てるっちゃ似てる、はい、2,3 年とか移動とか決まってる会社もあったりするので、うん、そうしたらね、次これか、次これ来たのかって感じですか。だから結構いいような気がするんですよ、うんうん、ただ先ほど就職活動のこと聞いてた時に、絶対最終で落ちるって言ったじゃないですか、はい、でもそれもね、そういうこともあるだろうなっていう、そこを知りたいです。なんで最終で落ちるんですか。なんでかっていうと、この会社じゃなかったらいけない感が全くないんじゃないですかね。超人気企業とか有名企業で、うちの会社がすごいいいっていう人がまずいっぱいいて、能力的にはなんか近しいんだったらすごく入りたいっていう人の方を入れてあげたいっていうのが人情だったりとか、あるいはそんなに入りたいんだったらちょっとぐらい辛いことがあっても頑張るんじゃないかとかっていうような感じがするんでしょうね。いや、もうすればコトコさんとの相手はちょっと経験して他にも面白い方が出てきたら育ててもすぐいなくなりそうだなとかって思われてるのかもしれない。言われたことありますね。OB訪問で、はい、懸念があるとしたら長期的に会社にいるビジョンがあまり見えないって言われたことがあります、ね、それでも取るって会社は結構いっぱいあるんですよ。それは何かって言ったら、人材採用も投資じゃないですか、うん、それが早く回収できる会社と時間がかかる会社なんですよ、はいはい、だから育成に時間がかかって30まで育成してようやくここから稼いでもらおうって時に逃げられたらもえらいことなんですけど投資回収の期間が早い会社、まあ、営業会社とか不動産会社とかの営業とかそういうとこだったらあんま気にしない。そういう点では、これからまあ半年弱ぐらいもう一回いろいろ企業を見て就活はすると思うんですけど、内定取った後に選ぶっていう形が一番ベターなんですかね。それとももうそもそも就活しなくてもいいと思いますか。コトさんの今までの行動とか見てたら、出会い頭系っていうか、最初に見たものに行くじゃないですか。そうですね。それでいいんじゃないかと。うん、それって言うと本当にアルファイトとかも基本友達の紹介とか以外では、うん、でそれで別に満足してるそうなんです。そうなんですよ。それはものすごく良くて、それどういうことかって言ったら、うん、どんな仕事でも自分で楽しむ力があるっていう、うん、同じ仕事でもね、つまんないって思ってやってる人もいれば、自分で意味付けしてセルフモチベートして、どうせやったんだったらなんか学んでやろうとか楽しんでやろうとかって言って自分のものにしちゃうっていうんですか、うん、っていう力がある方なんですね、うん、でそれがない人っていうのはめっちゃ選ばなきゃいけない。自分のハマるところとか、自分はこれしか楽しめない、自分はこの能力しか身につけたくないみたいな、狭い人は選ぶっていうところにパワーをかけてっていう感じだと思うんで
ですけど、男さんは何でも多分ギルと選ぶっていうことにパワーかかるじゃないですか、いろいろ。そうです。そんなことやってる暇があったら働いちゃう。選ぶってことが結構難しいです、はい、選ばなくっていうと時間ないと思って時間ないって言い方もできるし、需要性がすごい高いって言ったら、あ、言い方しないですね。言い方しないですね。しかも需要性は高いんだけど、見たものとかに携わったものを面白がる力はあるでしょ、うん、最高じゃないですか。だから何でもいいっていう人生悲観しなくていいってことですね。いやいや、もう全然いいんじゃないですか、ね一番今の男さんの考えとか価値観の中でまずいのは、力つけないままいろいろちょっとだけつまみ食いをして20代が力つけないまま終わっちゃうっていうのが一番怖いものですね。そうですね。で30代になってくると、さすがにね、なんかちょっと力つけといてくれないといっぺんうち見学しに来るみたいな感じじゃなくなってくるので、そうです。力をつけるっていうのもポータブルスキルっていう言われている持ち運びできるスキル、例えばデータを分析する力、対人の能力みたいなものだったりとか、事業とか業界とか仕事が変わったってとりあえず使うみたいな仕事ってあるじゃないですか、うん、そこのポータブルスキルを身につけることっていうのにちょっとフォーカスして、あとは何でもいいみたいなことだけやっとくと、能力が身についてないことによって可能性が狭まるってことはあまりなくて、しばらくまだ生きていた。ポータブルスキルでも何でもスキル身につけようと思ったら、一定期間それに携わるってことだけはやらないと身につくっていう言葉があるように、無意識化してスラスラできるようにならないと、結局その仕事辞めたら能力また減ってくるんですよ。積み重なっていかないんですよ。何をやるにしても一旦その能力身につくまではやる。その時に一番危ないなって思うのは好奇心の旺盛だと思うので、飽きるっていうことに対する耐える。飽きたら辞める、飽けたら辞めるっていうのを繰り返すと、多分40代と30代とかになって、能力積み重ねたり、なぜかというと飽きるっていうのはまだ身についてないんです。飽きたらやめるんじゃなくて、飽きたらもうちょい我慢してスラスラ楽勝でできるようになって、むしろ快適だとならもう安心して次行く。飽きてきたなと思ってからもうちょっとだけ頑張るみたいな、それだけでいいと思うんですね。周りと同じレールをそもそも歩かないという選択をして選ぶとかっていう能力をかけないっていうのもありかもしれない。珍しい人になることによって出場価値を上げるっていうか、大きい会社に入って使用価値っていうのは大きい会社大きいピラミッドになりました、うん、それを上りきるということなんで、うん、やりきる力みたいなの持ってる人が大企業において市場価値の高い偉い人になるんですね、うん、でもおそらくことこさんが市場価値を高める戦略っていうのは、動画のクリエイティブもできるし、エクセルの関数もバリバリ使えるみたいな、あんまり両立しにくいものを2つ持ってるみたいな、うん、っていうのは例えば珍しくなるんですね。ということで、今回の悩み、毎回最終に落ちてしまうっていうところと、このままの人生いいのかっていうことも悩みだったんですけど、一旦解決されそうです。そうですね。これからのキャリアの進展を皆さんと共有できたらなと思ってます。ソワさんのツイッター下の概要欄に貼ってるので、よかったら見てみてください。あと LINE でこの ES 添削もやってるので、よかったらチェックしてください。ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。